そう、森友哉さん、スタメン不在。オリックス、森友哉捕手が今季初めてスタメンを外れた。28日のロッテ戦、京セラドーム大阪の7回に死球。佐々木朗希投手の165キロが右膝に直撃し、しばらく倒れ込んでいた。治療後、捕手として延長10回までフル出場。大事をとっての措置とみられ、ベンチ入りメンバーには名を連ねた。マジかよ。あかん。日本最速の死球やし。後になって晴れてくるとかあるだろ。ロッテのお菓子ゲット。165キロのデッドボールはマジで怖い。そら痛いわ。バッターに一直線だもんな、あの死球。際どいとかでもなく。お大事に。